こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M 型のですね、最初のレンジファインダーデジタルカメラボディ、ライカ M8 シルバークロームモデルになりますね。はい。発売からすでに10年が経つわけなんですけれども、未だに衰えない、非常に人気の高い、モデルですね。はい。まあ、その人気のゆえんというのがですね、このAPS-H サイズのですね、コダック社製の CCD センサーなんですけれども、これがですね、やっぱり最初の M 型デジタルということで、ライカ M 型のレンズですね、M マウントレンズに非常に相性がいいように設計されておりまして、それがですね、その場の空気感まで非常に精密に写し取ってくれるということで、とても人気が高いわけですね。これ以降の MQ 以降のセンサーだとソニー製とか別の、CMOS とか別の CCD センサーとか、センサーになっていくわけですけれども、この M8 のですね、この APS-H サイズのコダック社製の CCD っていうのが唯一無二ということで、わざわざですね、この M8 を探してお使いになっている方も大勢いらっしゃるんですね。でもって、このコダック社製の CCD センサーっていうのが、このですね、カラーのですね、このフィルターですね、をですね、ローパスフィルターをですね、非常に薄いものを使っておりまして、そのまま使うとですね、室内の照明で黒いものを取ると赤かぶりがちょっと発生しちゃうんですけれども、そういった欠点を持ちながらも赤外線フィルターですね、赤外線フィルターをつけると赤外写真が撮れるということで、わざとですね、その欠点を逆手に取った赤外写真を撮るために、この M8 をですね、わざわざ探して、赤外写真を、モノクロとかカラーで撮られている方もいらっしゃいます。ということで、はい。非常に人気の高いライカ M8 シルバークロームですね。それにですね、このブラッククロームの M8 は結構見かけるんですけれども、このシルバークロームのですね、M8 もですね、とても珍しい型になってますね。で、今回はですね、この、底蓋とくっついている、このグリップがですね、ついてますね。はい。非常にホールドしやすくていいグリップですので、こちらもチェックしてください。もちろんですね、元のこの底蓋もついております。はい。ということで、ライカ M8 ですね。今回の個体の状態から見ていきますけれども、ですね、ご覧いただいてます通り、とても綺麗な備品といって差し支えないですね。こういった軍艦部、角っこにも当たりへこみ、すれ、当たりなどありませんし、針側のめくれとか、底蓋の当たり、傷などありませんし、この背面液晶ですね、も傷とかですね、バックルの跡などもありませんし、とても綺麗な状態です。ご覧の通りですね。保護フィルムなどは特に貼られていないんですけれども、以前のオーナーさんがですね、とても大事に使っていたんだろうなという思わしき状態です。はい。メニューもですね、直感的にすごく使いやすいんですけれども、こちらの液晶もですね、焼けとかですね、変な変色もありませんし、とても綺麗な状態で、見ることができています。はい。ですね。何枚か試写も行ってますけれども、内部動作に全く、異常などはありませんでしたので、このまま快適にお使いいただくことができます。センサーにもですね、この剥離とかですね、変な黒い影が映ったりとかは、一応僕が見た限りではありませんでした。はい。ということでですね、内部動作、外観ともに非常にいい状態のライカ M8 シルバークロームですね。はい。付属品が、ご覧いただいてます。この、底蓋とくっついている、この、グリップですね。ハンドグリップと、元の底蓋、こちらですね。こちらの、失礼しました。もう、これが飛んでっちゃうんですけど、純正のバッテリーですね。はい。はい。今回この SD カードは付属しませんので、注意してください。こちらテスト用でですね、今つけてあります。
はい。それとボディキャップですね。それと、一通りですね、ありますね。純正のライカストラップと、こちら、バッテリーチャージャーですね。それと、各国で使えるアタッチメントですね。これイギリスとかで使えるやつですね。これもヨーロッパと国内で使えるソケットになっております。それと、こちらが、これは、ドイツ語英語になりますけれども、はい、取説になっております。はい。まあ、絵を見れば大体、使用方法っていうのはわかりますし、直感的にとても使いやすいメニューになっておりますので、使い方に困ることはないと思いますけれども、日本語の取説がですね、お求めの場合は、ライカのホームページから、インターネットから、ダウンロードできますので、ご利用いただければと思います。あとはこの中箱ですね。はい。こちらの中の箱を、はい、お付けいたします。この中にですね、すっぽりとこう収めて、はい、お届けいたします。はい。はい、でもって、最後にこちらの元箱ですね。はい。はい、こちらの、はい、元箱が、付属しております。ライカ M8 ですね。こちらの箱もですね、ベコベコになったり破れたり切れたりせずにしっかりとしております。はい。でもってシリアルも一致してますので、正真正銘の元箱になっております。はい。ということで、はい。大変人気の高いですね。ライカ M8 シルバークロームの、ハンドグリップ。好きになっております。シルバークロームですね。はい。お探しの方もですね、結構いらっしゃったと思いますけれども、はい。非常に状態のいい、備品状態の個体になりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。